みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら、ロシアで放送禁止になった日本アニメ10選。日本が世界に誇るカルチャーアニメ。そんな日本のアニメは世界中でたくさんの作品が放送配信されていますが、国によっては残念ながら放送禁止になってしまったアニメもあります。そこで今回はロシアで放送及び配信が禁止になってしまったアニメを10作品ご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介する作品はデスノート。デスノートは名前を書いた人間を死なせることができる死神のノートを使い、主人公の矢神ライトと世界一の名探偵エルによる頭脳戦を描く作品で、日本国内での人気はもちろんのこと、世界中でも非常に高い人気を獲得しているのですが、ロシアでは放送及び配信が禁止となっており、そのきっかけの一つに同作の10代のカンが矢神ライトの服装で窓から飛び降り自殺する事件が起こったことが挙げられています。続いてご紹介する作品はナルト。ナルトは主人公の渦巻ナルトが仲間と共に忍者として成長をしていき、物語を通して仲間の大切さや友情の尊さを教えてくれる作品で、ナルトも日本での人気はもちろんのこと、世界からも日本といったら忍者、忍者といったらナルトというほどに知れ渡っている人気作ですが、ロシアで以前にナルトのキャラクターの死を悲観したファンの少年が飛び降り自殺する事件が起こり、その事件をきっかけに裁判所に放映禁止が申し立てられ、結果放送及び配信が禁止されてしまいました。3つ目にご紹介する作品は犬屋敷。犬屋敷は宇宙人の手によって機械の体となった初老の男犬屋敷と、同様に機械の体にされた高校生獅子神の2人を軸に、それぞれの活躍や苦悩を、救済される人々や殺害される人々を描く作品で、漫画を原作としアニメ化や実写化もされた話題作ですが、暴力や死など過激なシーンの描写が未成年者の成長に悪影響を与えるとして、ロシアでの放送及び配信が禁止となってしまいました。4つ目にご紹介する作品は転生したらスライムだった剣。転生したらスライムだった剣は通り魔に刺されて死んでしまった主人公三上悟が、完全な記憶を持ったまま異世界の洞窟でスライムとして転生し、異世界で新たな人生を送っていくという異世界ファンタジー作品。ナロー系小説を原作とし、その人気から漫画化やアニメ化などに展開されていますが、しかしロシアでは異世界アニメが死後の世界が現世よりも素晴らしいものであり、生まれ変わりを助長すると結論付けられ、放送及び配信が禁止されてしまいました。5つ目にご紹介する作品はエルフェンリート。エルフェンリートは記憶を失ってしまった主人公の少女ルーシーが、実は突然変異体の新人類であるということを思い出していきながら、人にはないものを持つ者の怒りと悲しみ、暴力や愛おしさなど様々な要素が詰め込まれた作品で、その内容は日本でも話題となり、根強いファンを持つエルフェンリートは世界のアニメファンからも好評です。しかしロシアでは過激な内容を含むアニメが未成年者に自殺などの害を及ぼすということが認められたとし、放送及び配信が禁止されてしまいました。6つ目にご紹介する作品は異種族レグアーズ。異種族レグアーズは人間やエルフ、妖精や獣人など様々な種族が共存して暮らす異世界のとあるお店のことをテーマに、主人公であるレグアーたちがお店のサービスをレビューしていく作品で、その特殊な内容からアニメ化の際にいろんな意味で話題沸騰となった異種族レグアーズですが、こちらも転生したらスライムだった剣の理由と同じく、異世界アニメが死後の世界が現世よりも素晴らしいものであり、生まれ変わりを助長する内容であると結論付けられ、放送及び配信が禁止されてしまいました。7つ目にご紹介する作品は東京グール。東京グールは東京では人間そっくりの食人怪物グールが人間に紛れて生活しており、ひょんなことから半分グールになり、そちら側に足を踏み入れてしまった主人公金木天を通して怪物側視点で見える世界を描くダークファンタジーアニメで、漫画から始まり小説化、アニメ化、舞台化、
実写映画化など幅広いメディアミックス展開がされた人気作ですが、ロシアではこちらもエルフェンリートのリリューと同じく過激な内容を含むアニメが未成年者に自殺などの害を及ぼすということが認められたとし、放送及び配信が禁止されてしまいました。8つ目にご紹介する作品はこの素晴らしい世界に祝福を。この素晴らしい世界に祝福をは、ある日交通事故で亡くなった主人公の佐藤一馬が天界で出会った女神に異世界への移転話を持ちかけられ、転生した先で出会った仲間たちと共に冒険していく異世界ファンタジー作品で、ライトノベルから人気に火がつき、その後の漫画化、アニメ化で順調にファンを増やしています。しかしロシアではまたしても異世界アニメが死後の世界が現世よりも素晴らしいものであり、生まれ変わりを助長する内容であると結論付けられ、放送及び配信が禁止されてしまいました。9つ目にご紹介する作品はゾンビランドサガ。ゾンビランドサガはゾンビとして生き返った少女たちがプロデューサーに導かれながら佐賀県を救うためにご当地アイドルとして活動する様子を描いたオリジナルアニメで、ゾンビ、アイドル、サガという3本柱を軸に、そのインパクトと純アイドルものとしてのクオリティの高さで人気を獲得した作品ですが、しかしロシアでは本作もまた同様に死後に今よりも興味深く充実した人生があることを示唆しており、子供に悪影響を及ぼすとし、放送及び配信が禁止されてしまいました。今回最後にご紹介する作品はアキラ。アキラは新型爆弾により崩壊した東京地区に住む主人公金田が事故をきっかけに超能力に目覚め、親友の鉄夫と共に軍が秘密裏に研究する超能力者をめぐる構想に巻き込まれていく物語で、まるで未来を知っていたかのような予見的な描写や奥深いストーリーに特有の世界観など数多くの魅力を兼ね備え、世界中で圧倒的な人気を得ているジャパンアニメーションの代表作ですが、本作はロシアではもともと16歳以上対象の作品として公開されていましたが、子どもの健康や精神的な発達に害を与える恐れがあるとして放送及び配信が禁止されてしまいました。今回はロシアで放送禁止になった日本アニメ10選ということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。動画を見て何か感想があればぜひコメントで教えてくださいね。このチャンネルでは他にも様々なテーマでたくさんの動画をアップしていますので、もしよかったら他の動画も見てみてください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。